パントンは、スペイン、ガリシア州、ルーゴ県の自治体、コマルカダテーラーでレモスに属する。また、ワインの原産地コショウリベーラ、サクラ地区にも属する。ガリシア統計局によると、2012年の人口は2860人。ガリシア語話者の自治体住民に占める割合は98.90%。パントンは、ルーゴ県の南部に位置し、 コマルカダテイラデレモスに属する。隣接する自治体は、北はオサビニアを、南がシル川を挟んで、オーレンセ県のノゲイラデラムイン、東がモンフォルテデレモスとソベール、そして西はミーニョ川を挟んでカルバジェードとチャンターダである。自治体中心地区は、フェレーラデパントン教区のオーカストロデフェレーラ地区。パントンは、モンフォルテデレモス司法管轄区に属す。 住民は26の教区の202の地区に居住する。自治体市長は、ガリシア国民党のホセルイス・アルバレス・ブランコ。自治体評議員は、ガリシア国民党、7、ガリシア社会党、3、ガリシア民族主義ブロック、1となっている。パントンは26の教区に分けられる。太とは、自治体中心地区のある教区。ありがとうございます。